今回の企画は全てを切り裂く最強の攻撃力を持った呪われたスティーブが村に襲ってくるみたいな。やばいよやばいよ。このままだと村人さん全員の命が危ないかもしれないよ。私たちどうしたらいいの？ホッピンズの3人で力を合わせて最強のセキュリティハウスを作り、呪われたスティーブを無事に倒すことはできるのか。最強の矛盾対決が今始まるよ。応援してくれる君はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、ということでなんだかめちゃくちゃヤバいやつが近づいてきてるみたいです。早くセキュリティを強化しないと村中めちゃくちゃになっちゃうよ。私たち3人で力を合わせてこの村を守ってみせるぞ。よし、それじゃあ早速セキュリティハウスの準備をしないとな。どんなセキュリティ作ったらいいのかな。なんてったって相手は全てを切り裂く最強の攻撃力を持ってるみたいだしね。相手が最強の攻撃力なら僕たちは最強の防御力で対応するんだ。とにかく今使える中で最も硬いアイテムを使っていこう。多分だけど全てを切り裂くっていうのはちょっと持ってるんだよ。と言いますと、多分切れるのは小麦とかそれぐらいじゃないんじゃないのかな。なんだ大したことないじゃん。だから丸1とかそれ以上に硬い黒曜石を使えばきっと村への侵入は防げるはずなんだ。知らんけど。なるほどね。それなら私たちでもなんとか相手を倒すことができそうだね。よし、それじゃあ早速準備していくぞ。確かチェストの中に黒曜石にいろいろなトラップが作れそうなアイテムが入ってる。これだけあれば結構頑丈そうなセキュリティが作れそうだ。よっ、セキュリティ番長、そしたら早速作っていこうよ。まるっと言いたいところだけど、その最強の呪われたスティーブっていうのはどこから来るのかな。それがどうやら村とは反対方向の裏口にある森の方から来るみたいなんだよ。だからまずはこの黒曜石を使って頑丈なバリケードを作っていこう。バリケードはどの辺に作ったらいいのかな。そうだな、なるべく村に近づけさせないためにも少し家から距離を取ったところの方がいいかもしれないな。それなら裏はちょうど広々としてるし、森の入り口付近の方に作っていこうよ。ってことはこの辺でいいのかな。黒曜石でバリケードって言ってもどんな風にしたらいいの。それはもちろん敵が侵入できないような大きな壁を作るんだよ。ということはこの黒曜石は無駄遣いになっちゃったみたいだね。うんまい。いや使いなさいよこれ。壁を作るだけなんだからこのまま伸ばしていけばいいじゃないの。まあそうなのか。そしたらちょっと伸ばしていくよ。はぐー、決まった。そんな決まってないぞ。村に一歩も入らないように端っこまで伸ばしていくよ。できた。ばあちゃん遅いよ。高さはどれぐらいあればいいんだろうね。呪われたって言っても一応スティーブだからそんなに僕たちとは大きさ変わらないと思うし、4マスくらいあったら十分なんじゃないのかな。いうことはあと1段でいいのか。楽勝じゃん。ちょっと私落ちちゃったからもうババくん頼むよ。ほんとばあちゃんはどんくさいんだから、これでいいんでしょ。いやほんとバラオくんはブロックを置くのが早いな。ブロックを置く天才だな。よブロックマスター。よっおサボりマスター。バレてたか。それで次はどうするの。これだけ硬い壁なんだしもう大丈夫なんじゃないのかな。僕もそうは思うんだけども、万が一侵入してきた時のために何か対策を考えていた方がいいかもしれないな。使えるとしたら、そうだ、コンクリートパウダーの水入りバケツ、これでトラップが作れそうだぞ。どんなトラップを作るの。まずは粘着ピストンを跳ね、レッドストーントーチと丸石をセットしてピストンが作動しているのを確認したら、この下に丸石、そして裏側に付けにくいけどもレッドストーントーチ、これでオンとオフが切り替わったから丸石につながるようにこんな感じでレッドストーンを敷いていきまして、最後にレバーをセット。オン。わあ、ピストンが作動したね。この後は一体どうするの。ここから使うのは看板、これです。パラオくん早くつけることできるかな。ブロックは早いけど看板は遅いかもしれないな。楽勝に決まってるじゃないの。ほんとかな。それじゃあパラオくんに看板パス。よし、つけてくよ。こんな感じでいいのかな。いいぞいいぞ、いい調子いい調子。やっぱりブロックをつけるのが早い人は看板をつけるのも早いみたいだね。さすがパラオくんだね。サボってる間に下からもつけろよ。バレてたみたいだね。ちょっと待ってよ。はい、これまーちゃんの分だ。よし、私も急いで看板貼りますか。それじゃあ反対側にメイン、この調子でどんどん貼っていくよ。
よしよし、いいぞいいぞ。二人ともほんと看板つけるの早いんだから。よし、それじゃあ二人が頑張ってくれている間に、続けて看板の上にコンクリートパウダーを置いていくぞ。うんうん、こんな感じかな。コンクリートパウダーなんかで大丈夫やろ？なんだかとっても脆そうだけど。確かにこのままだと脆いかもしれないけど、実は僕、いいもの持ってます。じゃん！見えるかどうかはわからないけど、水入りバケツ。それで一体何するっていうの？じゃんって言われてもよくわからないよ。コンクリートパウダーっていうのは水を与えるとコンクリートになる性質があるから、それを利用したトラップを作るんだよ。なるほど、コンクリートだったら硬そうだし丈夫になりそうだね。万が一呪われたスティーブがこの敷地内に入ってきた場合、レバーを引いて看板を壊すとコンクリートパウダーが落ちる。さらにその上から水をかけてコンクリートで固めてしまうっていうトラップなんだよ。なるほど、さすがセキュリティマスターだね。あわやくば封印できちゃうかもしれないねえ。知らんけど。うんうん、いい感じになってきたぞ。でもこれにどうやって水かけるの？そんなの決まってるじゃん。もしこの壁を破られちゃったら、急いでブロックを積んで水をかけに行くんだよね。なんかそれダサくない？ダサいか。それじゃあ他に何かかっこいい方法とかあるの？かっこいいかどうかはわからないけども、これだと手間がかかっちゃうからな。一気にコンクリートパウダーを固めるために、この上にさらに水流をかけれるような仕掛けを作っていこう。ちょうどここにレバーがあるから、これをまずは利用して、レッドストーンをつないでいきまして、丸石をセット。そしたら、レッドストーン装置。あとはこれを同じ要領で、こんな感じで積み重ねていきまして、うんうん、いいぞいいぞ。いい調子いい調子。これくらいあったら十分かな。全然足りてないな。よし、もうちょっとやるぞ。これぐらいで、どうでしょう。ちょうどいい感じかもしれないね。よし、そうしたら今度はここに繋がるように水流を流すためのディスペンサーをつけていこう。バラオ君は早くディスペンサーをつけることができるかな。そんなの楽勝に決まってるじゃん。こんな感じでいいの？うんうん、いい感じだね。空気めちゃくちゃだけど大丈夫？あ、本当だ。後で直せば大丈夫でしょう。いい調子いい調子。スピードが肝心だからね。これでどうよ。どうしてもを考えたらちょっと時間マイナスな。確かに。このディスペンサーの上に回路をつないでいけばいいのかな。そういうことです。本当レッドストーン打ち込むのも早いな。ファラオ君はいいぞいいぞ、頑張れ頑張れ。よし頑張れよ。よ、レッドストーンマスター。よし、二人が盛り上がっている間に今のうちに水バケツを入れていくぞ。うんうん、これでよし、第二のセキュリティ完成だ。それで次は何作るの？そうだな、これだけしても進行を止めることができなかった場合、やっぱり何かしらの攻撃をした方がいいかもしれないな。と言いますと？確か家のチェストの中に TNT が入っていたから、ディスペンサーと水入りバケツ、それに TNT を組み合わせて何かできないかな。ってなってくるとあれしかないよね。レッドストーンマスターお得意のあれですか？あれって一体なんだろうな。それじゃあここはバラオ君に任せてみよう。今見てくれてるみんなはあれって何か分かったかな？コメントで教えてね。とりあえずこの辺にこうやって土台を敷いていきますね。いい感じいい感じ。土台ということはこの上に何かを置くっていうことですね。そういうことだよ。そしたらこの辺に仕切りを置きまして、ちょっとバラオ君、バラオ君、ここは一マス足りないけどいいのかな？違うよ、それは一マス余ってるんだよ。なるほど。なるほど、勢いよく土台を作りすぎてちょっと失敗しちゃったんだな。それじゃあ壊しておくよ。お願いします。え、こんな感じでディスペンサーをつけていきまして、うんうん、いい感じだね。一体これが何になるんだろう。これだけ見てもまだわからないの？ディスペンサーを内側に設置するパターンと外側に設置するパターン。一体これどうなるんだ？あ、失敗したか。ばあちゃん壊しといて。失敗したんかい。よいしょ。まったくバナオ君は慌てんぼうなんだから。スピードに生きてるからね。あとはここにこんな感じで石ブロックを置きまして、そしたら中から下向きにディスペンサーを設置しとくよ。え、だけどこれだと全て内側に向いてるから、この中で爆発とかしちゃうんじゃないの？それが狙いだよ。と言いますと？あとはこんな感じで看板をつけまして、ここから水を流せば着火した TNT が水に乗って流れてきて、この看板の上に乗ってる TNT がぶっ飛んでくっていう仕組みかな。なるほど、爆風に使う TNT と攻撃用 TNT に分けているっていうことなのか。そういうことです。
つまりこれは PLT キャノンを作っていたっていうことなんだね。そうそう、めちゃくちゃ攻撃向きでしょ。あとはこの上にヘッドストーンダストを敷いて、柱の部分にリピーターセット、そしたらこちらにもレッドストーンダストを敷きまくっていくよ。これでよし。レバー設置しないの？あ、本当だ、忘れてたよ。それに中に TLT も入れていかないと。何もよしじゃないじゃないの。まあ細かいことは気づいたんだからよしとしよう。結果オレってやつだよ。それもそうだね。あとは TNT を入れれば TNT キャノン完成ってことか。攻撃を最大の防御とも言うし、これはなかなか使えるかもしれないぞ。それじゃあ早速 TNT を取りに家に戻ろう。バルーン、これでセキュリティも全部完成したし、あとは待つだけだね。ダメ、きっと呪われたスティーブは攻撃力は強いけど守りは強くないかもしれないから、 TNT キャノンを抑えれば大丈夫でしょ。いや、でも待てよ。すべてを切り裂くって言っていたから、もしかしたら TNT キャノンを切るっていうこともあり得るかもしれないぞ。TNT キャノン発射まで時間がかかるし、それまでに破壊されたら元も子もないよ。確かにね。となると、何か速攻性のあるもので攻撃できるといいんだけど、使えるものなんてあるかな？わからないけど、万が一爆破耐性とかあってもいけないし、何か別のもので攻撃できないか、ちょっと探してみよう。中にあるのは TNT に毒のスプラッシュポーション。あとはガスの噴射器に強化ガラスか。毒のスプラッシュポーションにガスの噴射器。もしかしたらこれは使えるかもしれないぞ。あんまり使える気はしないけど、カッシー君がそうやって言うなら、それを使ったセキュリティを考えてみようよ。まあ考えるのはオイラじゃないんだけど。で、それは一体どうするの？お、よくぞ聞いてくれました。このガスの噴射器に持ってきた毒のスプラッシュポーションを仕掛けて、その周りを強化ガラスで囲う。そうすると、あまり大きな声では言えないけども、毒ガスが噴射される。危険な装置が出来上がるってことだね。ということです。ばあちゃん、出番じゃん。外側からの攻撃はダメでも、内側からならきっと効果があるはず。さあ、ばあちゃん、出番だぞ。あ、忘れてた。強化ガラスも持ってきなさい。よし、それじゃあ強化ガラスは、バナオくんに頼むよ。レッ、レッ、バナオくん。ああ、強化ガラス置いとけばいいんでしょ。めちゃくちゃ慣れてスライムみたいになってるじゃん。やれやれ、まーちゃんはほんとバナオくんの扱いっていうのも全く分かってないな。バナオくんはフレフレじゃ動かないんだよ。じゃあどうやったらやってくれるの？バナオくん頑張ったら後で部屋にある伝説の剣あげるよ。よーし、頑張るぞ。めちゃくちゃ大変じゃないの？そうだ、そうだ、 TLT もセットできたし、これでよしと。毒ガスルームもできたし、今日はこの辺にしときますか。どういう使い方は知らんけど、使い方はとっても簡単で、呪われたスティーブが万が一 TNT キャノンで倒せなかった場合、僕たちはまずこの中に逃げ込みます。それから、そしてここから抜け出まして、バナオくんとマーちゃんが入ってる間にここを封鎖、そしてスイッチオン。すると私とバナオくんが毒ガスでもがき苦しんでってなんでよね。この人殺しが冗談に決まってるんじゃないの。だけど原理としては今の感じでいいと思うんだけど、呪われたスティーブが出てこれないようにここを封鎖してスイッチをオン。スイッチを押すとこの中に仕掛けたガスの噴射器から毒ガスが発射される。するとおそらく呪われたスティーブは外に逃げようとするから、その間に誰かがこの後ろの出口を強化ガラスで封鎖するんだ。それで閉じ込めるってことか。そういうことです。いいじゃん、いいじゃん、完璧じゃん。どんなに強力な攻撃力を持っててもさすがに毒ガスには勝てるわけないもんね。じゃあお腹も空いてきたし、ご飯食べる？いや、ちょっと待って、バナくん。念には念を入れておいて、TNT をこんな感じで、こうやって、こうやって、これでよし。それってもしかして、アイアンゴーレム？いやいや、バナくん、違うでしょ。TNT で作ってるんだから、アイアンゴーレムはできないよ。だよね。いや、ボケなのか、ボケじゃないのか、突っ込むべきなのか、そっとしておくべきなのか。でもなんでもないんだよ。違うのか。そんな、なんなのあれ？まあ、いいからいいから、僕にいい案があるんだよ。とにかく、バナくんとマーちゃんも、持っているブロックでアイアンゴーレムを召喚できるように土台を作っておいてもらえるかな。なんでもいいぞ。ついにカシ君がおかしくなっちゃってるみたいで。おかしくなってねえよ。なってないのか。こんなのでアイアンゴーレムなんてできる気がしないけど、大丈夫なのかな。わからないけど、カシ君が言ってるから一応作っておきますか。本当に何でも大丈夫なの？大丈夫大丈夫、僕を信じて。他にあるのは丸石くらいかな。これでよしと。あとはついでに邪魔だから買った木のブロックも置いとこうかな。今日のランチに使おうと思ってた俵も置いておくよ。なんだかこれアイアンゴーレムというか
かかしができそうだけど。まあそもそも鉄使ってないからアイアンゴーレムではないんだけども。確かにね、まあよくわかんないけど、あとのお楽しみということで。そういうことです。それじゃあカシ君、早く早くってなんだよ。約束のもの待ってるんだけど。約束？僕約束なんてしたっけな。伝説の剣くれるって言ったじゃないの。そのことか、よく覚えてたな。俺はもうずっとワクワクしてるんだから。それじゃあしょうがないな、バナオ君にこの伝説の剣プレゼントするよ。大切にしてくださいよ。やったねー、もらい。ほんとこの剣かっこいいね。うんうん、ギラギラしててめちゃくちゃ強そうだね。その剣にはいろいろな特殊効果がついているから、バナオ君の身体能力が飛躍的に上がってるはずだ。それに名前がいいよね。まあね、なんて言ったってあの伝説のヘロブラインが持っていた剣だからな。というか万が一のことがあったらバナオ君これで戦ったらいいじゃないの。確かに相手はスティーブだし、負けっこない気がするよね。ダメ、ヘロブラインは最強の都市伝説のスティーブだもんね。それじゃあ万が一の時はバナオ君に頼むとして、念のためにこれを持っていっておこう。うんうん、これで準備は完璧。うんって、夜になったけど来ないな。全然来る気配がないね。なんだか眠たくなってきちゃったよ。それにもしかしたらもう来ないのかもしれないね。ていうかバナー君ずっと剣持ってるけど本気で戦うつもりなの？当たり前じゃん。あとはみんなに見せびらかしてんだよ。まあ気に入ってくれてるのは良かったけど、バナー君生身だから多分先に死んじゃうぞ。大丈夫でしょう。ていうかそもそもこの黒曜石の壁があるから剣は使い道ないでしょ。というかなんだか風も強くなってきたし、一回家に戻りますか。そうだね。で、なんかすごい音が聞こえない？シャキーンシャキーンみたいな刃物っぽい音がするんだけど、それにだんだん近づいてきてるような。で、なんか木が切れちゃってるんですけど、あれって呪われたスティーブじゃない？森を切り裂いてきた。何でも切り裂くっていうのは本当だったんだ。勢いがすごすぎてかまいたちまで出ちゃってるよ。来たよバナオ君、出番だ。見といてね。逃げるよ。一目散に逃げてるじゃないの。だって怖いじゃねえの。見たでしょあの鎌さばき。いや確かに攻撃力はすごそうだったけども、切っていたのは木だからな。さすがに黒曜石は切れないんじゃないのかな。だといいけど、なんだか危険な気がするけどね。一箇所穴開いてますけど。いやいやそんなバカな、マインクラフトの中でも最も硬いって言われてる黒曜石だぞ。いやいやどんどん開いてるよ。すごい速度で壊されていってますけど。これまずいんじゃないでしょうか。大変だ、完全に侵入されちゃってる。バナー君レバー引いて。ボンドーブよー。逃げろ。微妙なことになった。みんなこっちに来てるよ。わー優しいね。 TLT キャロパッサー。お願いします。食らうかよー。頼む、微妙微妙だよ。もう一回バナー君お願いします。よし、もう一回発射。いっぱいいっぱい食らうかよ。なんかいいんだけど。うわー、釣り受けてるみたいだね。もしかして飛んできた瞬間に切ってるってことなんじゃない？なんてこと。とにかく次のセキュリティに逃げるんだ。よし、あー出口が分かりづらい。ここ呪われたスティーブの要塞ってどうなってる？クライが今から入ってきたよ。よしバナチ、こっち側を塞いでおくよ。ナイスバナ君。そしてあっち側に回って、あっち側も塞いでいかないと。ナイス、レバーを押すぞ。バナ君閉めた。完璧。よし、毒ガスセンチオン。吹き出し始めたね。やったぞ、呪われたスティーブが毒ガスに紛れてる。もう効いてる様子がないような。それにスティーブの周りだけ煙がなくなっていってない？一体何がどうなってるの？もしかして呪われたスティーブの起こすかまいたちで毒ガスを自分に来ないようにしてるんじゃ。なんて能力の高さなの。だけどこのガラスは強化ガラスだし、いつかは効いてきちゃうんじゃないのかな。だから大丈夫。わあ、強化ガラスを切り裂いた。どうする？どうするもこうするも出番だよ、オッケー。こうなったら仕方ないね。よし、行ってみるよ。くらえ、はる。ふぅー、かっこいいとこを見せつけちゃったみたいだね。バナオ君すごいよ、一撃でピューンって遠くまで飛んでいっちゃった。たった一人で村を守っちゃったよ。まあ、オギラくらいになると楽勝だよね。俺もう二度とこの村に近づくこともなくなったんじゃないのかな。バナオ君こそ伝説の勇者だったんだ。って、なんかすごい音しなかった？もしかしてバナオ君の TNT キャノンで壊れちゃったんじゃないの？いや、違うな。え、今、ゴリゴリ
って言った？おぉ、ブリンバンバン言ってたね。いや、ブリンバンバンは言ってないやろ。言ってるか。何流行りに乗っかろうとしてるんだよ。それどころじゃないよ。復活してきちゃってるじゃないの。というか、さっきまでとなんだか様子が違うような。目が白くなってる。あれってもしかしてヘロブラインなんじゃ。ほんとだ、ヘロブリンバンバンだ。ヘロブラインだ。めちゃくちゃ近づいてきちゃってるよ。これどうするの。ヘロブラインバンバン。バロケ、今のなんだ。わかんないけど、剣の能力かもしれないね。雷落ちてたけど。な、それならバロケを援護しないといけない。助っ人を呼ぶから、バロケそれまで一人で耐えきれる。ああ、よくわかんないけど、こっちに来てるようだったら一旦追い返しとくよ。なんだかよくわからないけど、私は離れて見守っておくよ。頼むぞバロケ、いろいろなゴールに召喚。確かにまだ。いや、ちょっと待って、めちゃくちゃ数が多いから。何これ、めちゃくちゃ強そうなゴールムがたくさんできてる。このカボチャは特殊なカボチャで、どんなブロックだってゴーレムにすることができるんだ。心強いね。ならないやつもあるみたいだけども、バナカボチャちゃん稼ぎ頑張れ。これで全てのゴーレムの召喚だ。わあ、かっちょいい。スーパー先生ゴーレンジャーだ。でもでも人気下がってきたんだよ。ゴーレムにお任せするよ。切っても切っても効かないんだから。まあ確かにこれだけ強そうなゴーレムがたくさんいるし、安心できそうだね。頼むよゴーレムって。ネットにやられちゃった。今のは木のゴーレムだから、アイアンゴーレムよりは弱い。またやられたよ。今のは何がやられたかは分かんないけど、アイアンゴーレムよりは弱い。次はガラスみたいだけど。おお、一瞬じゃん。いや、あれ強化ガラスじゃないから弱い。タワラボやられちゃった。タワラ多分一番弱いんだ。あとは黒曜石とディスペンサーのゴーレムなのかな。黒曜石は硬いし大丈夫なんじゃないのかな。え、一撃なんですけど。それに急に加速したぞ。おー、ついでみたいにディスペンサーのゴーレムもやられちゃったよ。こうなったら緊急退避するよハヌー。よし、逃げるんだ。なんか家が壊れてるんですけど。なんで。え、だけど呪われたスティーブの攻撃はまだここまで届いてないはずなんだけども。なんで。もしかしてさっき攻撃した時に雷が落ちたから、それで燃えちゃったのかな。つまりこれはエロブラインの剣のせいだよね。なんてこったい。こんなに家をぐちゃぐちゃにするなんて、これじゃ伝説の剣どころか呪われた剣じゃないの。あ、俺らのせいじゃないってことははっきりしたから大丈夫だけど。いや、だけどさ、さっきは一回だけ雷落ちたけど、その後からは雷落ちてないし、なんかバナク変なことやったんじゃないの。いや、やった覚えはないんだけど。また戻ってきてるんじゃない。これじゃ家に隠れることもできないし、どうする。もうセキュリティは全て突破されちゃったよ。大丈夫です。こんなこともあろうかと、最強のゴーレムがまだ残ってるんだ。いでよ、岩盤ゴーレム、お前に全ては託したぞ。わあ、とてつもなく頑丈そうだね。ていうか、いつの間にか近づきすぎな。また剣に来た。キーン。わあ、あのカマ、何本も切れるんだ。ちょっとオイラ用事を思い出したから、また後で、ね、いやいや、そっちオイラだから。どうするの、勝ち目ないじゃん。くそ、こうなってしまった以上買いたくはなかったけど、これを使うしかないな。何それ、なんだか怪しい見た目なんだけど。これはね、ブラックホール TNT っていうんだけども。はい、マナ君設置係ね。それはそんなヤバくないやろ。はい、マナ君着火係ね。それが一番ヤバいじゃん。とにかくどうなるかは分からないから、設置して着火したらもう一気に逃げるんだ。どこまで行くの、マーちゃん。なんでそんな遠いところまで持ってったの。いい加減にしてよ。待って待って、いやー、逃げるんだ、みんな吸い込まれてるんですけど。焦るな、とにかく冷静に逃げるんだ。全然逃げられないよ。ちょ、バラケ、どこ触ってるんだよ。離れなさいよ。離れられない。この動画がいいねと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくね。秘密基地にも遊びに来てくれよな。インスタグラムも。